犬の種類は何ですか？ゴダコリー。ゴ東京お散歩ワンコ。そうそうそう、それそれ。ゴダコリー。ゴダコリー。ゴダコリー。コリーでもいろいろあるの。何歳ですか？5歳です。5歳。あ、お名前聞きましたっけ？アインシュタイン。あ、アインシュタイン。アインシュタイン、すごい。すごい名前だ。はい。大きいと結構お散歩大変ですね。力は強いですよね。おしっこしようとするんでね。あ、本当だ。お水を。この子が初代？そうですね。あの、ま、先代はダックス、ミニチュアダックスがいたんですけど、はい、ミニチュアダックスがなくなって、はい、随分タイプが違う。そうなんですよ。あの、知り合いにあの、ボーダーと暮らしてる人がいて、おすすめしてもらって。あ、でもおとなしいですね。大きいから大変だったけど、そんなにこう落ち着きがない感じではないですね。落ち着きはないじゃん。落ち着きはないか。やんちゃなんだよ。ないんだよね。ほら、ご挨拶した？芸は何かあるんですか？芸は餌をやらないとやらないだろうけど。座れぐらいかな。タッチは？タッチ。それぐらいかな。タッチは？タッチ。はい。はい、回って回れ。ちゃんとできるな。飼ってて困ったこととかトラブルとか何かあります？病気だとか。実際ないかな。あ、そう、ね、じゃあ本当飼いやすいんだ。ちゃんとしつけさえ入れば、ね、はい、トイレもトイレです。凶暴じゃないし、トイレもすぐ入っちゃうしね。ここ代々木公園はいつも？そういうのたまたま？あんまり来ることなくて、今日あの向こうでイベントやってるんで、はいはい、それでちょっと遊びに来たんです。やっぱりね、今日は多いだろうなと思って。僕はすごいたくさんいますよね。ウルフドッグ、あ、ウルフじゃないシェパード、あ、8歳です。はい。お名前は？つむぎって言います。つむぎ。つむぎ。はい。あ、犬の種類は何て言うんですか？ラブラドールレトリバーです。あ、そうか。はい。もっと大きくなりますよね。そうですね。この子は割と最初からも小さめで。あ、そうなんですか。はい。あ、そういうタイプなんだ。そうだと思います。もともと大きくなってない。小さいんですよ。このぐらいの方がいいです。扱いやすいですね。そうですね。大丈夫か？じゃあ、ことは。なんか匂い嗅いだり物を探してる。全然無理して乗せなくても大丈夫。もっと可愛いやんちゃんがたくさんいると思うんで。この子はなんていうお名前ですか？クリス。クリス。はい。何歳ですか？14です。14歳、はい、あ、じゃあ結構お年なんだ、はい。ここ犬の種類は？ミニチュアダックスです。ああ、そうか。なんかすごいおとなしいね。もうあのなかなか歩かなくなっちゃった。あ、そうでもない。まあそうですね、前よりは。こんにちは。おとなしいね、本当。あんまり人に関心を示さない。両方ともあんまり吠えないですか？そうですね、どっちかというとちょっと吠えやすいんですけど。やっぱり小さい方が吠えやすいの、ね、ね、はい、どういう時に吠えるんですか？あんまり得意じゃないワンちゃんがいる時とか。犬同士の人にはあんまり吠えない。そういう感じで、多分1000とか400とかされたの。へぇ、なんか眠かった。眠いみたいな。これは犬の種類は？あ、パクです。サック？パク。あ、パク。あ、はい、
面白い顔だからかわいいね。なんていうお名前ですか？あ、マニーという名前。マミー、マニー、女の子。女の子。何歳？2歳です。2歳。おとなしいですね、2歳の割に。そうなんです。若いともっと結構暴れるのが多いけど。きっかけは何なんですか？きっかけはもう一目惚れ。ほんと面白い顔だから。全然吠えないですね。あんまり吠えないです。はい。じゃあ飼いやすいですね。そうです。犬の種類何ですか？トイプードル。トイプードル。何歳ですか？9歳。お名前は？ラテ。え？ラテ。ラテ。ラテ。はい。ラテってどういう意味なんですか？カフェラテとか。ああ。ラテで白いから。ああ。怖がってるか。構えてる。カメラがね、嫌いなね、犬って割といるんですね。あ、そうですね。あまり向かないです。警戒してる。こんにちは。あ、でもあんまり気にしてない。代々木公園はたまに散歩来られますか？いや、ほとんど来ないです。今日あれやってるから、イベントやってるから。イベントやってるから。こんにちは。吠えないですね。そうです。お利口だ、おとなしい。どう、何犬なんですか？ティーカップトイプードルです。あ、シーカップ。あ、ティーカップ。ティーカップ、はい。本当大きくならないんですか？ならないですね。何歳ですか？今1歳です。1歳。お名前は？メルです。メル。はい、メル。こんな小さいと本当飼いやすいです。本当ちっちゃいね。追いつけない。結構素早いですよ。動きが早すぎて。シェルティー。シェルティー。シェルシー。シェルティー。あ、何歳ですか？6歳。お名前は？テオです。え？テオ。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 はい。どういう意味なんですか？小さいっていう。ほう。何語？マオリ。うん？元気ですね。何代目なんですか？何匹目？4代目です。4代目。じゃあもう40年ぐらい。そうです、子供の頃。ああ、そうなんだ。いや、きっかけも何も、あの、順番に交代交代で飼っておられますね。元気ですね。